市民球場です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の福谷、対するホークスの先発は左の大関、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。ホークスピッチャーを交代します。松本降板、右の海野、今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。8回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは石橋。第2球投げました、空振り。投球はこれから3球目、打った、ファウルボール。第4球を投げました、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。バッターは8番三ツ俣、今日はキャッチャーゴロとセンターフライ。投げました、ストレートはボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げました、外角低めいっぱいストライク、追い込んでいます。投げました、空振り三振、2者連続三振。バッターは9番土田、今日はフォアボールとショートゴロ。初球空振り、いきなり157キロ。第2球投げた、おっと自打球、追い込んでから第3球を1球外してボール。投球これから4球目、打ちました、投球これから5球目、打ちました、一塁線切れました、ファール。第6球は打った、ファール。第7球は低めのボール引っ掛けた、甲斐のボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。甲斐の下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回の裏が終わりまして1対1です。さよなら負け、ホークス敗れました。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手祖父江、敗戦投手川原でございました。ビクトリー。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。